はいどうもこんにちは、ティアソンです。今回のサンデー使ってランク戦遊んでいこうと思うんですけど、今回ねちょっといきなり映像が始まっているんだけど、ちょっとね個人的にサンデーの中で一番熱い人格が見つかりまして、それを紹介していくんだけど、まあそれね今見てもらえたらまず冒頭で喋ってはいるんだけど、熱い人格が凶暴サンブリサングリア、略して凶暴サングリア。これがねちょめちゃめちゃ熱いというかね、面白いことができたんで、それを紹介する感じで、まあ実際的に今どんな感じでやっていけるのかっていうのを、まあ最初に今見てもらってイメージしてもらおうかなっていう感じですね。でこの人格のすごいいいところというか、まあサングリアね基本的にやっぱり怒りとか振ってないと、まあ、とにかくデフォルトでね、気絶時間とかが長いんですけども、まあ結局怒りとか1振ったところで、まあ長いもんは長いですよ。だったらもうその辺も全部取っ払っちゃって、最低限振れるもの怒り1ぐらい、もうぐらい振っといて、やっていこうという感じで、もうこっからがちょっとやばくて、これ見てもらいたいんだけど、まあ普通に釣っていくじゃないですか。近づいていって傭兵見つけた、あえてちゃんと上手い肘当て使って逃げるけど、まあ、その肘当てに対して追いつけるサングリア。追いついて一発、ここで一発殴りました。でその後にしっかりと、巻き戻りやつ使って戻って、でここ2発で、ここで肘当て潰しが叶ったので、なんとですねこれ凶暴さんのパワーでこれ間に合うのえぐくない？はい、まあということでもう皆さん、恐ろしさ分かったことでしょう。まあこれ詰まってて、肘当てね、殴れた部分あるけど、でも言うても3回殴ってるからね。普通のキャラクターだったらまず救助狩り確定みたいな感じができるんで、まあこれをねうまく使って、今回、戦っていこうかなと思います。さあマッチングしました、遊んでいきましょう。苔村ですね、村だったんで、凶暴さんプラス、上下かな、上下人格で遊んでいこうと思います。さあいきますかね。さあまず真ん中にいるのがこの耳の早い、これねさあコスモの犬、あー傭兵だ、また傭兵。なんかさ俺もうずっと初手傭兵なんだけどってなるじゃないですか、普通だったらね。ただその初手傭兵でもやったぜウッキウキだーって終えるところサングリアさあでうまい、この人ちゃんと膝手渋んないな。サングリアのキャラパーさ分かってる人だけど殴れちゃうんですね。これもう傭兵殴ってタゲチェンしようと思って瞬間のクルタイム見たらまだ瞬間使えねえわ。見て恐ろしくないですか、傭兵追いして一発目のダメージ入ったのに瞬間移動残り15秒とかまだあと6秒あるからな。まあタゲチェンできねえよこんな早かったら、分かってるね。 OK いいね、ちゃんとそのゲーなんだっけ、この影のやつ読みで読み合いもしてたけど、ちゃんと待って一発与えていく。普通にダウン取れちゃったなんか傭兵はマジで、ね、追いやすいんじゃない。まあこれが一等航海士とかだったらちょっと追いづらい部分はあるんだけど、傭兵はね追えちゃう。よし、さあとりあえずファーストダウンを恐ろしいスピードを取っていく。でやっていきましょうかね。まあ、サングリア出たばっかでね、対策を知りたいサバイバーの方もたくさんいると思うんで、まあ、今回サングリアがやられてきつい部分なども紹介しながら、やれたらいいなとは思います。さあ戻る、まあ、これは仕方ない、一発殴りたい。さあ OK 一発殴った、まあこれちょっと欲張り、ジャンプしちゃったから、まあ、救助狩りとはならず、これなあーうまい、まあ肘当て1回分使ってくれて、これ単語だけじゃねえな。よしよしよし。でサングリアのちょっとした弱点で言うと、このチェイス粘着はね結構強いよ、サバヤはやってて伸ばせる可能性が高い。 OK、 まあそれをしてくるんだったらタゲチェン次第ぶん殴ればいいやっていう話になってくるから、俺は立ち回りでそこをカバーしていく。で今回指名手配も採用してるので、3分の1で傭兵指名手配ついてくれたらラッキーで、つかなかったら治療がと思ったらついていく。箱漁ってるねこれ、暴れるわ。これ椅子前に影を置いて瞬間次第存在感あと1あるけど、はい一発殴りで、箱をまだ開けてる最中だったからノーアイテムで戻るとこれが最強のキャンプです。皆さんサングリアの椅子前に残影置いといて、あっ殴っちゃった、椅子前残影置きからの瞬間ぶん殴りからの戻りね、これマジ最強。あうまい、これ今ジャンプしたんだけど極限にブロックされてクルタイム入っちゃったわ。まあいいわ、今のうまいな、影からちょうど飛び出せない位置になんか極限がブロックし続けてた。やっぱちゃんとねサバイバー上手くなってきてる、あれ狙ってやったのかな、さすがに狙ってない気もするけど、狙ってやったんだらもうプロ級にうまかったな今の、普通にうん、サングリア使いしか分からない、あ最速見せちゃった、サングリア使いしか分からないやつ。これも傭兵もいい感じにやれるんだけど、まあどうせツイスト一緒なんでね、体力早い方を潰していきます。さあここに捕まえて、次はポストマンしか救助に来ることができない、傭兵起こしに行ってるかなあれね、傭兵をダウン取りに行きたい。さあワープ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 をして、でまあこれは傭兵行こう、傭兵アイテムないよな、あ惜しい、 OK 殴って、さあちょっとずつ消えていってる、あの今の空振りがなければ椅子前に戻れたのになとは思いました。あま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 あ、これ結局ダブルダウンは取れている。で向こう側なんかめちゃくちゃ真ん中に集まってる、これ多分真ん中全員治療ターン入るな、痛すぎて惜しい。このサングリアに対して有効なチェイスは板先倒しがまあやっぱ強いで、先倒したところでグルーターしないと、まあ、とにかくこの残ってる影
残ってる影のところに戻っちゃうともう 100% サバイバー読み勝てない仕様になってるんで、影を残されたりとか、なんかうろちょろしてサバイバーの周りをね、そのポジションごと囲ってる最中にさっさと逃げちゃう。まあグレイズみたいな感じかな。板先倒ししてそこら辺でなんか囲うような動きをしてるんだったらその間に逃げちゃおうみたいな感じが結構いいです。その間逃げる最中にアイテム使って距離取ってみたいなが割といい。あ、いい黒玉だけど、わ、いいフラホ、これちょっと欲張っちゃったな。まあいいや、ここでアイテムを使って、傭兵も多分どっか多分この辺で寝てるんだよな。それを見つけたいね。ただこれはもうアイテムない。オッケー、スナイパー繋ぐって、これ極限追い切りでも全然いい、いいな、普通に。さあワープして、あー赤玉強い、赤玉強いけど、はい殴って、真ん中回してるね。なるほどなるほど。まあこれ次には一回釣って、で救助こさせて、で真ん中守ってみたいな感じにしようかな。さあ、最強のキャンプターン入りました。で、どうしようかね。真ん中はまだ回復してんな。あれが多分傭兵だと思うんだよな。で、ポストマンが、まあ、救助。まあ、傭兵救助じゃないと無理か。あ、ポストマンか。オッケー、ポスト殴って。で、これなんと存在がマックスだったら、このスピードで、綺麗に行けば、普通にスマイまで戻る。これ、インチキです。これ、やばくない？で、あとは、残しておいたこの瞬間移動。この瞬間移動残しておけばさっきと同じことができるんで、俺はここで残影を持ってるだけ。これね、カメラ方向でジャンプしちゃうと、こういう、回し始めたな。行こう。殴れるか？あ、いるね。これ殴れる。これ、最強だろ。で、なんと、はい、戻り、いつ前。何これ？最強じゃん。最強じゃないですか。アイカス殴る。さあ凶暴3パー生かしていきたいね。これワンチャン枯れない？これいける？枯れた。今多分椅子触ってても間に合ってないな。枯れたわ普通に。はい、凶暴さんはまあギリ生きたかな。はい、ということでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあマッチングしました。いやー、盤から解放されてきた、軍事工場遊んでいこうかな。まあ割かしやっぱバンはされてますね。なんかね、サングリアがどのぐらいバンされてるんだろうって全、ランク帯とかいろいろ見てみたんだけど、もう本当にめちゃくちゃバンされてる。今使えたらラッキーぐらいで、まあ、ギリ使えてるのがフラライ。フラライとサーベルタイガーだけ。サングリア S 圏内、もうみんなサーベルタイガーですよ。サーベルタイガーと、フラライ上がりのゴリラぐらいっていうぐらい、過去一辛いから。板がよりちょっと辛いぐらい、まあ、バーン率は今のところ高いですね。さあ、また傭兵だな、これね。まあ、追っちゃう。だって瞬間移動溜まってないんだもん。あ、いい。肘当て。ただそっち方向だったら殴れそうかな。で、サングリアでチェイス伸ばすコツとかも結構だいぶ怠慢とかしたんだよね。オリさんとかもうやったし、今サバイバー1位2位を争ってるモノピーともめっちゃやったけど、巻き込みまくって先倒ししまくるみたいな感じやればだいぶ伸びそうな感じはあった。これ竹戦します。これなんとここでびっくり2人目のサバイバー追っちゃうっていうね。これやっても多分いけると思う。この人左右だな。フラもない。 OK、今サングって戻ってもいいけど、やれそうな気すんな。やっちゃうかこれ。はい、もう景気よく今回いっちゃいましょう。もう攻撃サングリアでいこう。ワンスターン OK。 鬼の突っ込み、もう関係ねえ、もう全部突っ込む男スタイルでいった。まあ、ただ結構多分サングリア突っ込んでくる人も多いから、多分先倒し板当てでガンガンになっても多分ヒットする人はすると思う。でそれを経験したサングリアは多分めっちゃ引き打ちしてくるようになると思います。マジシャンね。さあマジシャン救助、早めにステキ使わせたいな。使わせられそう。まあヒットとはならず。あ、いない。まあそっちが行った。じゃあこちら戻って、はいこんにちは。結局これ殴れて、はい早いよこっちが。ちょっとその場所怖いな。ちょっと安心安全のこっちの方へ。オッケー、いいね。徐々にスタン使わせずに殴れたのはいい。ちょっともう1回分ここで、影戻れるやつあるんで移動していって、マジシャンにもう1回分ステーキもしくはダウンまで取り切りたい。移動してはい殴り。オッケー、殴れなかったら戻ろう。これ良くないっすか。別に殴れなかったとしても今の救助シーンでマジシャンステッキめちゃくちゃ使ってるからね。2本分使ってようやく救助がなんとか成立したぐらいだからな。でも傭兵はあそこで箱を一生漁ってるし、あいたあいたあいた、もう健康じゃないこの人を殴るだけ。フラフも使った。 OK、 一発殴りしてマント使っちゃったけど、まあクールタイム入ってないからそのまま即殴れそう。あいて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 、でその間に逃げる。サンスタールがちょっとだけチェイス伸びるかもな。これ別に追わなくてもいいんですけど、でも10って追わなくてもいいやで後から瞬間した方でも結局サンスタンあるにはあるんで、まあ、早めに使っちゃおうの精神でいきます。まあどうせ楽しみなしてるからね。多分この10追い切る方が早いと思う。さあ内側残影警戒して離れるか。やめて、あーサンスタン強すぎ、やめてほしい、やめてほしかったなー。あ最悪最悪、これね移動、このキャラコントロールのやつね、
キャラの方向を向けたのにもかかわらずジャンプがちょっと早いと、まだキャラクターが内部システム的には前を向いてない判定で横にぶっ飛んじゃう時はたまにあるんだよね。それに気づいた。ちゃんと前向いてるはずなのになんかミスるなと思ったら、ちゃんとキャラクターが前向いた瞬間ビタビタのタイミングでドンピシャで使っちゃうとまっすぐ前に飛べないっていうね弱点があるので、システムがちゃんと追いつくタイミングでジャンプしましょう。やっぱね、このカメラ方向のじゃなくてこのキャラ方向の 100% 強いんだよね。板の間とかカメラ方向向かなかったとしてもやれるかな。サングリアやっぱフルパワーで活かしたい人は、 PC とかの人は大変だと思うけど、うん、まあ、絶対的にキャラ方向をオンにした方が強いですね。やっぱ移動のテンポ感マジで変わるんで。さあ乗り越えた。これ戻って殴っていきたい。あれ、どこ行った？こっち側か。あ、そっち側抜けてたんかーい。もう一個だけステッキ確かあったよね。でも多分これがラストステッキのはず。さっきも使った。ここ、あ、いないあ、どこ行った。あ、まっすぐ走った。あ、まっすぐ走りマンだったね。これ影のさ道があるからさ分かりづらいんだよね、このマジさんの足跡が。マジ早く明るさ調整したから上げたいのにな。もう治ったんかな。治ってないんですかね。治ってました皆さん自分でやらずにみんなに聞いていくスタイル。うん、みんな治った治って問題なさそうだった。俺も明るさ上げたいんだけど。よし、倉庫行ってる間にダウンは取れた。ここは上がった。うーん、まあこっち側わの人なんかあんまりね揺れてないんだよね。もう一人がなんか何してるかマジで不明で、サングリアなんかあんまりね、戻れるやつがいつまいなくなった状態を作りたくないんで、見つけられんかったらあんま離れる必要ないですよ。結局このぐらいの距離感でもいい場所に残してるから、ここら辺で戻ってやればOK こんな感じで殴れるんで、あんま無理して離れすぎていつまいに残影がない状態をしない方が個人的にはいいかなと思います。 OK いいね。序盤にあんだけステッキ使わせた分後半めちゃめちゃ楽だわ。で、あそこ、これ瞬間しよう。瞬間して殴りに行きたい。ワンチャン、どこ行ってた？あ、戻りますこれ諦め。殴れたら殴れたでいいし、あそこでのアイテムとか、まあ有限サバイバーだったら有限だったら、使わせられるしで惜しいね。この11秒間のクールタイム中で、アイテム消費などを狙っていけるのはすごくいい。しかも傭兵の場所も大体知れたしね、情報も拾えたわ。さあ、あとは移動して右ナイス。ワンチャン、あ、キューズ来てる偉すぎる。まだ頑張っていますこのサバイバー。さあ、もう無理だ。あ、もう無理っぽいこれ空振りに間に合うか。はい、ということで今日はね、凶暴サングリア使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。